はい、こんにちは、さとみです。今回は、2つのダイヤモンドアートが完成したので、その2つをお披露目していこうかなと思っているのと、今回その2つを制作していく上で、こんなキャンバスはちょっと嫌だなみたいなことを思ったので、そちらを共有していきたいと思っています。まずはね、出来上がったダイヤモンドアートをこちらにドドーンとお見せしたいと思います。はい、こちらの2つになります。いや、頑張って作ったなっていう感じですね。振り返ると2つとも同じサイズで 50×40 なんですけど、なんか若干高さが違うなっていう、2センチぐらいちょっと差がありますね。実際何センチなのかちょっと今見ていこうと思います。横は40センチ、高さ50センチですね。少女の方は39センチ、誤差があります。高さは48センチ、全然50センチじゃないマジか、なんだ、どうしようかな、額っていうことになりますよね。この動画を撮るにあたって改めて分かったことですね。こちらは書いてあるサイズとちょっと違いましたね。こちらのマリリン・モンローなんですけど、 SNS の方では逐一ね、進捗させていただいてたんですけど、やっぱりビーズがねちっちゃかったっていうのもあって、その隙間の間隔をね均等にしてね、こう貼り付けていくっていうのが本当に大変でした。こちらの少女のちょっとうつろめのね、少女のダイヤモンドアートに関しては、以前の公開してる動画にもちょっと触れてるんですけど、貼った後ビーズがやっぱり浮いてきてしまうっていうことがあったので、ビーズのせいなのかキャンバスのせいなのかがちょっとクエスチョンっていうところですね。ただ、マリリン・モンローに比べると隙間なくみちっとした感じでペインティングできたかなと思います。で、マリリン・モンローはマルチプレーサーを使えずピンセットのみで制作していたんですけど、こちらの少女に関してはマルチプレーサーを使いながら制作を進めることができました。ただどちらも頑張って作ったのでしかもこちらの少女の絵は私のお気に入りの絵で、もう一目惚れで買ったものなので本当に気に入っています。ちょっと今はね、サイズが違ったっていうところで額をどうしようかみたいなところではあるんですけど、本当にどちらとも頑張って作った作品になっています。はい、ではですね、このマリリン・モンローを作っていくにあたって、ちょっとこんなキャンバスは嫌だったなって思うことがあって、まあ、実際にこれを作っていく上で、あったことなので、ちょっと皆さんに共有していきたいと思います。まず一つ目は、こちらにもちょっと写真を載せていくんですけど、枠がない。まあ、稀にね、皆さんの SNS とか見ると、あ、枠がなくて貼りづらいというようなコメントを拝見するんですけど、このマリリン・モンローも枠がなくてちょっと貼りづらかったなっていう記憶がありますね。やっぱりある方がこう歪まずにペインティングできるので、やっぱり枠があった方がいいなって思いますね。はい、次、こちらに書かれている、まあ、カラーリストのコードなんですけど、1から9とか A から Z とか他のマークとかあると思うんですけど、それがこちらのね何番を貼っていくかっていうようなことをキャンバスに記載してあるんですけど、そちらのコードがじゃじゃん、ブレてるみたいな、まあブレてるだけで見えないわけではないので別にいいんですけど、別にいいんですけどっていう感じですよねできれば見やすくこうブレてない感じで書いてあるといいなって思いますね。続いて、ちょっとこちらは写真撮ってないんで口頭でねお話しさせていただくんですけど、ビーズを間違ったところに貼っちゃうことってあると思うんです。あとは例えば落としちゃってくっついちゃったりとかっていうことがあると思うんですけど、その際に、まあ、ピンセットとかで剥がすと思うんですけど、その剥がしたキャンバス その粘着シートがもうたったそれだけなのにモサモサになってしまうっていうようなことがこちらのキャンバスでは見受けられたので、みたいな、
剥がれちゃった部分も若干あったりしたので、ちゃんとした正しいビーズをその枠に置こうとした時に、まあ、もさっとなってるところはくっつかないわけではないのでくっつくんですけど、ちょっと作っていく上で、まあ、気分が落ちちゃうので、ちょっとそういうキャンバスは嫌だなって思いましたね。なんかビーズも悪い、キャンバスも悪い、どことっても悪いんですけどみたいなことになってしまっているので、どうしたものかっていう感じですね。で続いてですね、そもそもなんですけど、もう幾度となくビーズが小さくてみたいなお話をさせていただいたんですけど、ビーズが小さいなら枠を小さくしてくれとその方が綺麗に隙間なく見えるし、まあ、綺麗なダイヤモンドアートに仕上がるって思うので、ビーズもしっかりですけど、ビーズがちっちゃいんであればキャンバスの枠を小さくしてくれって思っちゃいました。はい、であとは、ちょっとこちらのキャンバスでは見受けられなかったことなんですけど、以前 SNS でお見かけしたんですけど、ビーズを貼っていく枠が長方形になっているっていうようなキャンバスを見かけたことがあって、まあ、これではまあそれはなかったんですけど、そういったキャンバスもあるよということを、まあ、ちょっとね覚えておくといいかなと思います。続いてはうつろめの少女の方のキャンバスがどうだったかっていうところをちょっとお話ししていきますね。こちらですね、少女のちょっとうつろめな感じのダイヤモンドアートの方のキャンバスは、あのマリリン・モンローのものに比べると全然こう、あ、これこうしてほしいなみたいなところはなかったんですけど、1点だけ私が初めて体験したことがあって、このキャンバスの下のここですねに矢印マークが入ってたんです。こちらのカラーリストには矢印マークはあるけれども、上向きの矢印マークなんですね。で横向きではないので、うん、これは違うなと、これは何なんだと思って、まあ、ツイッターでですねつぶやかせていただいたんです。でそしたらある方が、この矢印は、キャンバスの真ん中だよっていうことを意味する矢印だよっていうことを教えてくれました。なるほどと思って、本当にちょうど真ん中にあったんですよね。で他に何か探してみたところ、ここら辺の中央にも矢印がありました。多分ここは2で割れる場所なので、2つのマークがある境目に真ん中にドンって書いてあったんですけど、こっちは数字が割り切れないところの多分矢印だったと思うので、マークの上にドンみたいな感じで矢印があったので、まあ、何の色をつけるかみたいなところはその周りにあるビーズの色を見て、周りのビーズと同じ色をくっつけております。なんか20何作品も作ってきているんですけど、初めての矢印マークだったので一人でわちゃわちゃ騒いでましたね。もうね矢印マークに出会ったことあるよなんて人もいると思うんですけど、まだ遭遇していない方いらっしゃると思うので、矢印マークがあってこのカラーリストに矢印がないな、何色なんだって思うことがあったら、あれ？さとみさんの動画でもやってたぞみたいな、あれかみたいな感じで頭の隅に置いといてもらえると、そんなに騒がずに済むかなと思います。で、あと1点ですね、思ったことがあって、ちょっと画面上では見づらいかもしれないんですけど、ここがちょっとベコベコってなっているの分かりますかね。ちょっとふにゃふにゃっとした感じのキャンバスになっちゃっているんですけど、これがこうふにゃふにゃってしていることで、もうトレース台にこう引っ掛けた時にここもちょっとふにゃふにゃっとしちゃって、こうビーズが張りづらいっていうことがあったんですね。でこれどうにかならないかなと思って調べていたら、とある方のツイッターに、全部ビーズをつけ終わった後に1ヶ月間ぐらいこうハンガーとかで引っ掛けて吊るしておくとビーズの重さでシワが伸びますよっていうようなことが書いてあったんですね。で
私はもうすでにその時にはコーティングをしてしまっていたので、あの伸ばすっていうことができなかったんですけど、伸ばしたい場合はコーティングをする前に1ヶ月間吊るすといいよというようなことが書いてありました。もし次回、同じようなキャンバスに出会った場合は1ヶ月間ちょっと試しに吊るしてみたいなと思います。ということで今回はこの2つのダイヤモンドアートのお披露目と、こんなキャンバスはちょっともう嫌だなっていうようなところと、ここちょっと覚えておくといいよっていうポイントの共有でした。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。